高知城花回廊は、和で綴る花と明かりをテーマに高知城を生け花や灯籠で彩るイベントで、今年で18回目の開催です。大手門から二の丸までの石段には県内の華道15流派の生け花を展示しているほか、3カ所の会場で日本舞踊、獅子舞の演舞、落語などが行われます。釣鐘堂にある竹のアーチからはライトアップされた真っ白な桜を楽しむことができます。とても幻想的な光景です。昨夜は今日の開幕を前に照明器具などの準備が進められました。春の訪れを感じていただけるイベントだと思ってますので、イベントに来ていただいて高知の春感じていただければと思ってます。高知城花回廊はあさって日曜日までの3日間、午後6時から午後9時までです。